両リーグ10勝1番乗り、勢いに乗る首位阪神は4回、おととい場外ホームランの佐藤輝明、プロ初となるツーベースを放つと、送りバントでランナー3塁とし、こちらもルーキー8番の中野。フレッシュな2人がつなぎ、リードを3点に広げます。しかしその裏、同じくルーキーながら DeNA を引っ張る牧にこの一発。お返しとばかりにポール直撃のソロホームランを浴び、その差は2点に。さらに8回、1点差と詰め寄られ、なおもピンチで5番宮崎との勝負。ここをしのいだ阪神は3連勝、首位をがっちりキープです。